コーチの時代の日本語教師研修参加者の皆さん、こんにちは。今、これは聴解のためのチャット GPT の使い方の一つの例ですが、まず最初に簡単な日本語を言ってもらって、そしてそれを私が繰り返す、そしてそれに対してフィードバックをしてもらうという、そういう、プロンプトを作りましたので、ちょっとそれをご紹介したいと思います。これはですね、ボイスコントロールフォーチャット GPT っていう、そういうあれですね、拡張機能を入れていますね。これがそうです。はい。じゃあ、まずこれを送ります。はい、見ないでやってます。あれ、まだ始まんない？冒険に関する A1 レベルの短文を提供します。以下を繰り返してください。私は公園でピクニックをしました。ご確認ください。私は公園でピクニックをしました。申し訳ありませんが、繰り返しに誤りがあります。あれ 正しい 間文は違っ以て下る？の通りです。まあいいや。私はあ、公園でピクニックをしました。次 OK。 の短文を提示します。はい。友達と一緒に山に登りました。お確かめください。友達と一緒に山に登りました。正しく繰り返されています。はい。次の短文を提示します。はい。山の頂上から美しい景色が見えました。お確かめください。山の頂上から美しい景色が見えました。正しく繰り返されています。ほう。次の短文を提示します。いいよ。冒険はとても楽しかったです。お確かめください。い。ありがとうございました。どういたしまして、もし他に何か質問や練習したい内容があれば、お気軽にお伝えください。お手伝いできることがあります。はい、こんな感じで、まあ、要するに聞き取って、それをそのまま繰り返すという練習ですね。